じゃあ、こんにちはっす。テンション高いですね、今日は。テンション高いです。もう、高くならざるを得ないっす。なるほど。ついに来たんですか？ついに来ましたね。もう2回目なんですけど。まあ、よく皆さん言われるんですけど、はい、クロモリフレームって、はい、硬いんですか？柔らかいんですか？しなやかなんですか？どうなんですか？それは僕に言うことですか？いけたら聞いてますよ。僕、これ、すごい難しいなと思うんですよ。はい。クロモリって一言に言ってしまってるんですけど、はい、やっぱりこう、パイプもいろいろ種類があって、例えば競輪選手が乗るクロモリフレーム、すごい乗ったらめっちゃ硬いんですよ。はい、全然しならない。はい、逆にこうロングライド向きのクロモリフレーム、はい、めちゃしなる。はい、だから、クロモリってしなると、まあ、言われるんですけど、やっぱりこう、はい、一言では、うわ細かい話なんですけど、言い表せないなというのがありますよね。ごもっともですね。もう皆さんも、下にテーブルに並んでるパイプの山を、はい、持っていっぱい来てるんですけど、見てもらって、まあ、これ見ても分かるように、いろいろあるんですよね、パイプの種類が。なんで、ちょこっと、紹介して、言いたいと思いますね、はい。マニアックですね、これ。超マニアックです、マニアックな内容。壁みたいなやつですね。まあ、あれですね。まあ、この辺は見て分かるように、BB。まあ、この辺はあれなんですけど、やっぱり銘柄皆さん気になりますよね。銘柄。転がっていく、はい。BB は大事です。BB 大事。抑えることです。なんで。もう一発目でいいやつ来ましたね。これはパンゲのプレステージジャパンってやつですね。いいやつです。これ、何がいい？これはですね、パンゲのプレステージも2種類あるんですよ。あれ、1種類が普通のプレステージ。プレステージジャパンってやつがそれをさらに薄くしたモデルなんですよね。まあ、さらに言うとプレステージっていうのはこのタンゲのチャンピオンシリーズってやつのチャンピオン1を焼き入れしたモデルなんですよ。こっちはそれのさらに上って言ってもいいかなと。薄くなって軽くなって焼き入れも入った高級な、焼きが入ると硬くなるんですね。まあ、安いとか想像してもらえば分かりやすいと思うんですけど、鉄で鉄を削るじゃないですか。あれ焼き入れでなんか硬くしていい感じにして削るようになってるらしい。そういう感じの工夫がされてる。なんでまあ薄くしても硬いというか、まあしなりすぎないようになるとか、そういう調整が仕様があるっていうのがこのあれですね、焼き入れっていうやつの特徴ですね。ちなみにこのパイプはどこのパイプなんですか？タンゲです。フレームの場所で言うと、あ、これはですね、これはダウンチューブに使うかね。ダウンチューブ。これ 31.8 ミリなんで。なるほど。実際結構持ち比べたら全然違うんですけど、これもタンゲのプレステージジャパンの 28.6、まあ一般的なサイズですね。ぜひ持ってもらって。これはどこですか？これトップチューブです。トップチューブ。ゴークロですね。はい。で、これは、はい。これがプレステージ、いや、要するに軽いやつ、ね。軽いやつです。はい。で、こっちが僕が結構気に入って使ってるチャンピオン3ってやつですね。はい、こっちはどんな？これはですね、分厚くて重くて硬い。え、硬い、強い。分厚いは強いっていう。なるほど。そういうやつですね。サーリーとかはこっち系かな。こっち系だと思います。結構このチャンピオンシリーズの1、2、3ってあるんですけど、一番分厚いモデルですね。まあ、ぜひ持ってみてください。おお、全然違うっすね。はい、これ長さもうほぼ一緒か。まあ、ちょっと長いぐらいなんですけど、まあ、その分覗いても全然ちゃうわ。200g 近く違います、これで。はい。すごい。太さも一緒です、ね、太さも一緒です。この肉厚が全然違いますね。肉厚がもう段違いなんで見えるかな。ちょっと難しい。ちょっと分かる。まあ、ちなみに言葉で説明すると、こっちの方が分厚い。こっちの方が分厚いです。こっちですね。なるほど。クロモリの大体は、ちょっといいやつのフレームって、バテット構造になってるんで、ここが 0.7 ミリで、この辺が 0.5 ミリで、この辺が 0.7 ミリになってます。うん、まあ、ここはシャーペンの芯ぐらいの厚みしかないんですよね。うん、で、こっちの、
チャンピオン3ってやつの一番分厚くて、ここが1ミリで、ここが 0.7 ミリで、ここが1ミリなんです。なるほど。だから外から見たらただの筒やけど、中身がちょっと違うという。はい。はい、でもこれが一番強くて。でも このトップチューブだけで 200g 違うってすごいね。そうっすね。ちょっとあの、全然あの、持ち比べたことなかったんですけど、比べてみると全然違うってなって、ちょっとあの内心ビビってるんです。200って言ったらペットボトル半分ぐらいだろ。そうっすね。やっぱ軽くて、そういうの求めるんだったら、このプレステージとか、まあ、チャンピオン1とかを使ってやると、なるほど。いいかなと。了解です。そう、これもあの、チャンピオン1っていうのが、焼き入りがなくてっていう、でプレステージと同じ分厚さっていうやつになってるんですよね。なんでもこういうところで、黒森ってあの、調整が効くんじゃないかと。まあ、チャンピオン1よりちょっともうちょいカッチリしたのがいいなと。いうんだったらプレステージに変えてやるとか、うん、そういうことで、まあ、ある程度軽い方がいい、まあ、軽さは変わらないですけど、剛性感がちょっと変わってくるんで、まあ、そういう組み合わせで調整できるかなというので、いろいろ試していけるっていうのが、はい、まあ、魅力の一つなんじゃないかなと思います、はい、で、はい、ですね、はい、池田さん、どんなフレームを使ってますか？僕はまあやっぱりこう ロードバイクロードバイクですね。で、今の企画にこう対応したような、はい、やつを作りたいなと思ってます。はい、企画というと、まあ、例えば今チューブレスでタイヤがちょっと太めのものがメインになってきてるんですけど、はい、それの、リムブレーキ、はい、バージョンですね。対応するものが作りたいと。今ないってことですか？今探してもですね、ないですね。確かにないです。本当にないんですよ。一気にこうディスクブレーキに移り変わっていってしまったんで、うん、やっぱりこうメンテナンスしやすかったりシンプルな見た目っていう、リムブレーキモデルというのがまあまあないと。僕のパナソニックのロードレーサーもマックス25ですか？マックス25。ああ、でもすごい細いですよね。それ以上なんか太いの入れたくなるとシクロクロスとか買わないといけない。うんうんうん。そうなってくるとジオメトリがやっぱりロードバイクじゃないんですよね。うんうん。やっぱ気持ちよくロングライドとかってなったら、やっぱロードバイクのジオメトリで太めのタイヤが入ってっていうのが欲しいっす。なるほど。池田さん、はい。あ、急すぎます？いやいや、はい。で、あ、でっていう話です。で、どうで、で、今回、はい、今回の、その、まあ、試作で作ろうっていうロードバイクは、はい、まあ、さっきこう、持ち比べたこのパイプであるように、軽い方ですね。フレームは硬くて、まあ、ちょっと軽め。ちょっとパリッとしてる。パリッとしてるフレームで、タイヤはチューブレス、太いタイヤ 30C ぐらいを、はい、ベースに作るロードバイクっていうのを今考えてます。なるほど。で、まあ、なんでそれを硬く軽くするかっていうと、チューブレスになることで、タイヤがこう振動吸収してくれて柔らかめの、うん、乗り心地になってきた。まあ、早いんですけど。で、それに合わせて、フレームも、しなりすぎたり、ふにゃふにゃやったりすると、柔らかいホイール周りと、柔らかいフレーム周りだと、もう全部ふにゃふにゃになっちゃう。はい。なんで、本体はもうパリッとさせて、振動吸収するのはタイヤの方にお任せしてっていう、こういう感じでバランスをとって、一台作ってみようかなというところですね。そういえばあれだったですね、池田さん。キャノンデールからパナソニックに乗り換えてますね。そうですね。そういう経験できてますか？そうですね。もともとロードバイクばかり乗ってたんで、はい、その時の。それって何年前ですっけ？それでも10年前ですよ。なるほど。はい。そう、10年前って言ってもう全然 23C とか主流の。そうですね。23、5が多かった。まあ、5はほとんどいないから23ぐらいが一番多いですね。こうなんか、要は、その頃、要ブログとか上がってましたね。なんか、クロスバイクとか、細くしたらめっちゃ速くなったみたいな。そんなのが多かった時代の気がしますね。うんうんうん。なんで、その時の 23C、がまあメインで、チューブ入れて、もう、高圧の8気、8バールぐらいにバンバン入れて走ってた時と、今4気圧ぐらい、4バールぐらい。はい。入れて4バールってことですね。30ぐらいの幅で、ってなると、やっぱりこう、もともとのベースが変わってるんで、タイヤのこの規格というかですね、
なんでそれに合わせて黒森フレームも進化させていった方がいいんじゃないかなというところです。大事ですね大事ですそういうの大事です。正直正直見た感じあんまりなんかすげえなんかパッと変わってるって感じじゃないですか。分からんと思いますね。ちょっとマニアックすぎて分からない。マニアックすぎて、はい、だから見た目はもうトラディショナルな感じなんですよ、はい、もう昔からある形なんですけど、なんかこう組んでいったらあれちょっと違うぞっていう風に、したいと思います。なるほど、はい、なんで昔のロードバイクも大事にしつつ、ちゃんと今の企画も大事にしつつ、両方組み合わせたバランスがいいものをちょっといいとこ取りにした感じですね。いいとこ取り、はい、ですね。っていうのを、まあ、いろんなこうロードバイクに乗っていって、まあ、なかったんで、そこをちょっと作りたいなと思っているところです。そうです。で、なんか、パイプとかにこだわりはあったんですか？パイプはですね、タンゲとかな？じゃあ、回線か。回線、はい、はい。8130だっけ？8130。この、8630です。で、統一実はしたかったんですよ。はい、それが、まあ、軽くて、フレームの、材料としてすごくいいんじゃないかなと、思って、注文しようとしたんですけど、はい、なんせ一部のパイプが入ってこない。入ってこない。全然来ない。ということで、じゃあちょっと考えを改めて、今回は、ミックスですね。させて、いろんな、こう、単芸、回線と。チャンピオンも入ってる。チャンピオンは入ってますね。チャンピオングレードもちょいだったですね。なんで、その、いろんなものを、同じ特性のもので集めて、ミックスさせて、しっかりと在庫も供給できるようなものを選んで、試作を作るというところです。1台作って、さあ次作ろうってなった時に、ないですよって言われたら作れなくなるんで、っていうところを選んでもらってですね、作ってるというところです。全体的にパイプの種類として、パリット系ですね。パリット系。で、焼き入れが入ってる感じのやつでいくと。前三角には焼き入れが入ってる。はい。前三角のそうですね。前の大きな三角フレームの前側。後輪がつかないところですね。はい。あれも、まあ、後ろにも焼き入れ入れたらいいじゃんって皆さん思うかもしれないですけど、うん、後ろの焼き入れって実はないんですよ。なるほど。結構変わった形してるんで、焼き入れすると歪みが出ちゃうんで。これちなみにどこですか？これ回数です。フォーク。いや、場所。場所です。あ、これフロントフォークですね。これを曲げるんですね。これ曲げます。キュッと、いい感じに。なるほどね。なんでもこういうとこは焼き入れてないんですけど。うん、今回のは、確かにちょっと軽めのパリッとした感じにできそうですね。さっき散らしてこられてる回線の、はい、あれも実は焼き入れパイプじゃないんですよ。混ぜ物がちょっと違う。ニッケルかなんかは混ざってるんだったかな。そういうパイプで溶接して熱が変わるとそこが硬くなるっていう、そういう特性を持ってるやつなんですけど、今回はシートステーとヘッドパイプと池田さんフォークブレードに回線使わせてもらいますね。はいはいはい。このがまあヘッドパイプ、これ回線性なんですけど、これはいいパイプです。どういうところがいいですか？これ結構こだわりポイントで、これ今回ピストンの方にも使うつもりなんですけど、分厚いんですよ。1.3 ミリぐらいって、だいたい1ミリぐらい多いんですよ。0.8 ミリとか。うん、でも回線だけこの 1.3 ミリを作ってたんで、今回ちょっとヘッドチューブ分厚めが良かったんで、これ今回使ってます。これお気に入りポイントです。そう。なんで分厚いのがいいと思ったんですか？カッチリ。なんか分厚い方が足がやっぱあるんで。そのヘッドってやっぱ一番近くあるんで、なるべく分厚くしたかったですね。あと、僕らラグを使わないんで。ラグ使えばこの辺に厚み持たせるんですけど。これはラグじゃないですか？ラグですけど、ヘッドには使わないんで。あ、そういう風にやっていきますね。あと、池田さんのシートパイプもちょっと特徴的ですね。これですね。これ池田さんの海底 の、はい、シートステーニャーですね。後ろの斜めに使うやつです。うん、ちょっとめちゃ軽くて驚いてますけど。池田さんのはちょっと14ミリに細くなってます。はい。わざわざ14ミリにしてっていう。
指定だったんですけど、はい、なんかあったんですか？なるべく細くしたかった。なるべく細く、はい、黒森のやっぱりこう細身のパイプの組み合わせって特徴でもあるかなと。なるほどです。見た目メインで。見た目、はい。あ、割とあの大事なんですけど、僕のあのピストンの方は16ミリなんですよ。かなり太くなってると思うんですけど、まあ、あの池田さんのはセンターキャリパーブレーキなんで14ミリで大丈夫です。はい、僕のあのピストンの方は V ブレーキなんで、すごいこう外側に曲げる力がブレーキの時かかるんで、あの太く16ミリです。そういうとこで、まあ池田さんは適当に細身でっていうのだったんですけど、まあ14ミリ全然大丈夫なんですけど、うん、まあそういう特徴とかもありますね。なるほど。そんなもんですかね。あと何かありますかね。これはちなみに、これはですね、これはもう見つけちゃいましたよ。あの多分あれです、スチームローラーのやつと同じラグですロンシェンの、うん、これがあのすごいここが狭くて使いやすそうだったんで、今回のピストの、あの試作はこいつであります、うん。これはあのあれやろ、これはちょっと使えないっすちょっとあのオーバーサイズ用の型だと思ったんですけど、ちょっと1日用のが来てるんで、ちょっと内容をちょっと変更して、勉強変更してちょっとあの確認してからちょっと作業します、ね。なるほど、まあ、池田さん肝煎りの部分なんですけどね、これはあの大体これって外側にかぶせるのが多いんですけど、まあ、ちょっとこううまく入らないですけど、こう調整して入れるようにするんですけど、外側にかぶせてやることが多いんですけど、これは内側に入れるタイプ。綺麗や、やっぱ綺麗や、やっぱこれやね。まあまあ、そういうのそういうの好きな人は話したんですけど、これはわあ綺麗。何がいいんですか。いや、このあの美しいじゃないですか。これ溶接したら、ここ溶接して塗装したらもうあれやろ、繋がってるみたいに見える。まあ繋がってるみたいに言わなかったピシャッと、そうですね。ピシャッと、まあ、わかんないですけど。さっき、あの、あんまりやりたくはないですけど。これも結構いろいろあるんで。なるほど。実はこう、まあ、ここに割りを V 字に入れて使わないといけなかったりとか、そういうちょっと手間がこれなんで。これは何ですか？こいつも見たらわかるじゃないですか。あんまあれですよ。リアエンドですよ。なるほど。可動式。まあ、ある程度ここ自由に調整できる。うん、な、まあ、別パーツなんですね。別パーツになってるんですよ、こう。これは今回、ひとまず。ひとまず、あの、試作なんで、次回とか次回でまた作るときも、エンドもオリジナルで、うんうんうん、もっと使いやすいのとか、作れるので。いいの、アイデアがあるんですよ、エンド。ちょっと池田さんが、なんか、ちょっと心配なところですけど。ええのあるんですよ。ちょっとあの、とんでもないびっくりドッキリ結果が出るときがあるんで。まああの、そういう感じで。まあエンドとかも、製品版にするときはオリジナルで作っていきたいですね。はい。いい感じですね。はい。はい、感じでまた、ちょっとフレームの方もビシバシ。はい。今月中にできるのか。今月中。今月中に。まだあの、池田さんが設計図ももらってないんで。あれなんですけど。まああの、全然もうすぐもう材料届いちゃうんで最速で作りますので、はいはい、あとあの完成したらお楽しみということで、お楽しみに、ちょっとまあ頑張りますんでよろしくお願いしますちょっと現実に一瞬立ち戻ってこれから忙しいぞって感じのうん、でも、またあの完成したら、はい、報告、はい、池田さんが多分バリバリ乗ると思うんで、はい、もちろんです、はい、よろしくお願いしますね、はいはい、販売は池田さんに変わってますからご注文お待ちしてます。ご注文お待ち、はい、あざます、まあ、ひとまず見てもらってですね、はい、ひとまず見てもらって、はい、了解です、はいはい、以上ですか。以上ですね、はい、では、終わりましょうか。終わりましょう、はい、あざます、ありがとうございます。